皆様こんにちは、タブレット純です、はい、今日はですね、知ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、私がですね、なんと主演映画デビューで、そのお話を、振ってくださいました。この映画監督の川崎実監督と一緒にこの、お送りしたいと、ここで出てくださるということで、今日は、この川崎監督のはもうスペース、あ、もう、え、こ、な、なんていうの、これルナベースっていう、検索するときなんですけど、中野にあるね、イベントスペースなんですよ。はい。で、レンタルもしてますんでね。あ、レンタルもしてるというホームページありますんでね。もう近所の自転車で、そんな個人情報を出していいですか？めちゃくちゃ近い。2分でこれで。そんな待って、特定されますよ、それ。はい。まあ、よろしくお願いします。川崎実監督で、どうもありがとうございます。本当にお話しいただいたときは、びっくりしたんですけども。いや、でも、伏線があったでしょ。あ、一応監督の。財界樹もっていう。はい。ね。ただ、まあこれとかもほんの数秒で始めますね。これもう5年前ですよ。はい、あ、もう5年前、ね。2016年なんで。はい。で、もう、タブジュンさん昔からね、はい、相当面白いって言うんで、ちょっと、とにかくいっぱいいろんな人を出さないと映画ってのはね、はい、面白くないんで、とにかく出したんですよ。これが最初だったと思うんですけれども。なんか謎の人っていうか。で、この侵略ガルパンダ Z ですね。これもちょっと今思い出しました。MX テレビで。父親役という。父親役をね、やっていただいて。で、またこれも、モノマネやっていただいてね。そうですね。歌も、思い出したでしょ。テレビの、MX テレビ。テレビで、連続でね。これから確か2、3年した時にですね、なんか中野で若い女性がこう、なんか、パパーとこう、僕に手を振ってる方がいて、誰だろう、なんだろうと思ったら、よく見たら、この、僕が父親役をやらせていただいたの、桜絆が、中野で僕を見て、パパーと手を振ってる。え、何年前ですか？でも、2年ぐらい前。あ、最近じゃないんだ。これからも結構経った時にだったので、あれ、そんなパパなんて言われたの、どういうことなのと思って。桜絆っていうね、セクシー女優だった。え、なんか今はちょっとこう、ラーメン屋さんで成功されてる。それまた知らなかったな。で、これの。貴重な体験をさせていただいたりとか。これとこれにちょっと出ていただいてね。そういう伏線があったわけじゃないですか。それで電演スシリーズっていうですね。あ、これなんかシリーズがあるんですね、電演スという。なんか監督がこう、主演。ライフワークもされているというのを。ええ。監督もなんか主演をされた。いや、これが主演なんですよ。33年前ぐらいにね。あ、33、そんな前に。うん。もう25、6かな。で、主人公がだから、はい。ビール飲んで気持ちよくなると変身するというね。あ、これ。ヒーロー。基本的に気持ちよくなると変身するという。だから気持ちよくなると酒、ね、はい、女、温泉。そういう。主人公必ず、ね、そうなんですよ。で、ビールがね、買えないんでピンチに陥るとか、そういう間抜けな展開とかあったんですよ。当時自販機ってあったじゃないですか。はい。ビールの自販機今ないんですよ。あ、そっか、そうなんですよ。中心になったんですよ、今。ないでしょ。よくサウナ、僕。いや、だからそういう気持ちいいところにあるんですけど。あるんですけど。はい。そういう気持ちよくなって身長2000メートルのヒーローになるというバカシリーズをね。監督はじゃあビールを飲むと2000メートルになって。で、なんで2000メートルかっていうと、東京タワーの模型買ってきてね。はい。そこに立ってみたら、こう逆算したら2000メートルだったんですよ。あれ333メートルだから。で、そうすると、この、東京タワーと怪獣とヒーローしか映んないっていうね。ああ。東京タワー持って戦うっていう。持って戦う。うん。あなたも、ね、気持ちよくなって変身してほしいんですよ。今回。そうみたいですね。その内容まではちょっと、聞いたんですけども、すいません、主演するというのにまだ僕の、デンエースシリーズを。一回も見たことない。見てくださいよ。すいません。この間あげたじゃないですか。
すいません、まあ、今、社長経由で。あ、そうか。送られてくる。そういうね、俺としてはその、ウルトラマンをね、はい、ウルトラマンやりたいんだけど、できないからね。はい。これ、ずんどこ監督なんで。ずんどこ監督それもう、嫌なっちゃうから、その、はい、本当はウルトラマンをいろんなやるとなると、ね、いろんな、めんどくさいことあるんで、はい、もういいやとか言って、勝手に作ってるわけですよ。だって本当はウルトラマンの設定だったらね、はい、無理に決まってるんじゃないですか。うん。女抱きついて変身とかね。ね。そういう、だ風呂に入って変身とか。気持ちよくなると変身という。そうなんですよ。あの、ジェイさんも銭湯とかよく行くでしょ。あ、そうです、ね、もう毎日。で、行くと、ほら、親父が、あーって言うじゃないですか。うん。あの声で変身。そういうギャグなんで。いいですね、ねえ。気持ちよかった、2000メートル。いろんな快楽があるんだよね。はい。うん。で、彼女以外の女の人と抱きついた変身ね。しちゃいけないとか、そういう葛藤するとか。葛藤で、今回ね、ムード歌謡をね、フルコーラス歌ったら変身っていうふうにしたいんですよ。これが僕の DNS はこの、ムード歌謡を歌って、歌ってる最中にも変身しちゃうというか。そうやって一曲歌わないと気持ちよくなんないけどね。だからみんな待ってるそれ、待ってんですよ、だから。歌い切らないと気持ちよくならない。で、怪獣待ち込ませんのに、うん、もう変身したらもう怪獣いないんですよ。そういうギャグにしたいんですよ。あ、なんだ。変身するということは、その、うん、怪獣が、出てくるんですよ。荒らし回ってる。荒らし回ってる。僕が、うん、でも、ムード歌謡一曲歌わないとでも戦えないで。そうなんですよ。という、その彼女は結構荒らされまくって。荒らされまくるから、もう街壊れまくってるという。そうか、これは、ええ、僕は割とこう、ええ、動きが遅いというか、こう、ノロマン。まあ、そうなんだけど、それをちょっと反映した。反映されてる。ムード歌謡一曲歌わないと戦えないという。うんうん、そういうとこありますね。やる気を出さないと。そう。非常にね、ジュンさんのキャラクターを取り入れた作品にしたいと思っててね。なるほど。今現在ね、125人の方にね。何かね、ありがたいクラウドファンディング。本当に集まるんだろうかというのがまず不安としてあったんですけど。いや、もう。で、したら今1147,000円。で、ね、100万目標だったんですけど、114% になってますから。あー、これは、正直言うの、僕、この114万というお金を自分で蓄えたことがないんですけど、やっぱり。いや、そんなことない。こんな巨額を、いや、全部当然のね、ギャラ差し上げるわけじゃないんで。映画ってやっぱお金かかりますから。全体の費用として。そう、まだまだこんなんじゃ全然ね、足りないんで。そうか、映画全体の費用としてって考えると。いや、これでいいんだろうかと言いますと。いや、無理なんですよ。素人目にも。もうちょっと行かないと。あ、実は。うん。でも、吉田照美さんのね、ロバマンって、ロバマンにも出てもらったじゃないですか。はい。ねえ、あれはもうすごいですよ。450万ぐらいね。やっぱりさすが。あれ照美さんの力で、はい。ねえ、ラジオでバンバン言ったじゃないですか。あ、でも今回、ジュンさんがね、黄金時代に、とかほら、大竹さんの番組行ってもらったおかげで、ね、何人見てるかわかるんですよ。だからやっぱすごい見られてましたね。おかげさまで。まあ、ありがたいことに結構大竹誠さんも、はい、ちょっとこの面白がってくださってる状況で。でもちょっとね、その内容をちょっとじゃあ来週どっかで、はい、どっか来週以降、大竹さん話してくださいよ。この間ちょっと僕が、この映画上映するのかよくわかんないんですけど、って言ってしまって、上映しない。映画で上映しない映画なのか、なんかお前たち。それはどういうことだったの？いや、実はこれ DVD 映画なんですよ。あ、DVD するビデオストレートって言うんだけど、うん、ただ、今回コロナでね、コロナもあるんで、はい、DVD 映画だけど上映会やってたんですよ。はい。うん、当然1回をね、うん、ホールで。ただ、今回コロナなんでね。まあ、収束したらだから上映会やるようにちょっと検討したいんですよね。なるほど、じゃあちょっとすぐにはできるかどうか。うん、だってそりゃそうですよね、うん。僕の本来の映画もね、優生王子って映画とかね、今度撮るんですけど。これも、優生王子。これも。優生王子ってあの昔、テレビ映画のね。あ、宇津井健さんのは違う。あれはスーパージャイアンツ。ちょっともっこり。あれもっこりしてる。こっちはもっこりしてないんですよ。あ、うん、顔出しで。うん。あ、なるほど。まあ、こういうのね、やってますけどね、上映会もちょっと検討するということで、皆さんよろしくお願いします。あ、
上映会はちなみに普通にこうテレビでこう見ててるわけではなく、あ、テレビでこう家で見るみたいな感じ。そうじゃなくて、なんかポール借りて、あ、ホールを借りて、ちゃんと映画館の用のスクリーンで。これはちょっと銀幕で。スクリーンにちょっと映し出されると、うん、あ、そうそうそう、そうなんですよ。お宅さんもね、でもゼロデカのことなんか知ってましたね、ラジオ聞いたら。あ、そうなんですよ。ねえ、ありがたい。もうご本人曰くなんですけども、俺は出たかったと言ってたんですけど、これは、ちょっと。本当ですか？でもこれは事実なんですけれども。ロバマンに？なんか出るつもりではいたそうなんですけど。なんかでもね、テレビさんに言ったらなんか腰が痛いとかね、なんか。なんか出ないんだよな、なんか物にちょっと物にちょっと。なんかね、あの人いつもなんか直前になって急に腰が痛いとかなんか言い出しちゃってさ。あ、でも、小谷さんは割とその、あんまりこうお願いするとこう逆にちょっとっていうところが、はい、ひねくれてるから、あるのかもしれない。しれっとですが、出てくださるかもしれないけど、なるほど、いや、よろしくお願いしますよ。いや、ジュンさんのモノマネね、本当いつも面白くてね、まあ、タンバってやつがやってます。いや、驚いてるのが今までこの映画というのずっと出てきてるんだ。何映画だよ。人間みんな死んだら私だ。監督は結構ノリが好きなんです。ジュンさん面白いな、その、モノマネ急にやり出して、笑って終わるじゃないですか。なんで笑って終わるんですか。非常に恥ずかしいんですか。照れくさい。やんなきゃいいじゃん。そんなりきれないこの感じなんですけど。まあ、エロクスケとかやっぱ最高です。エロクスケってね、本当にですね、この映画先生の話から、私は楽しみにしてるんですよ。もうでも、A6 スケとか、大沢ゆりさんとか、はい、もう、聞いてるやつはわかんないじゃないですか、って前出したら。でも、監督はやっぱ、毒の虫様な映画に出してしまうという。あそこに、ね、最初、ね、僕の、この子に写真貼ってありますけどね、はい、まあ、めっちゃ、最高ですよ。大怪獣ものに出させていただいたおかげで、はい、控え室でずっと、あ毒まむしさんとお話しする。なんか、そう、東映でね。いただきまして。うん、なんか今、やってましたね。はい、ちなみにその、撮影の日は、僕はついに出番がなく終わったというのがあって、その日はいつかとこう、4、5時間待ってたんですけど、そうでしたっけ？あれ？これが川崎なのか。あれおかしいな。なんか街中で、はい。ほら、あいつが出てきて、なんだろうっていうシーンで出たじゃないですか。佐藤俊明さんがそのご一緒で、俊明さんは確か出番があって、僕はちょっと待ってくださいって言われたまま、しれっと終わったで。あれね、だから、エキストラで出るつもりだったんじゃないですか。そうですね。なんか、とりあえずエキストラでということで。それは、だから、そう、こっちはもう撮影忙しいから、わーっと来たらそこに行かなきゃいけなかったんですよ。そうです。助監督だから。はい。なんか、その他大勢にもなく終わったって。いや、すいませんでしたね。でも逆になんかその後の撮影でちょっと単体で出る機会をいただいて。あ、そういうことなんですよね。そうか。その時確かセリフがなかったんですけど。ない、セリフないですよ。あれみたいな感じで。いや、そういう隠し味がね。いいんですよ。で、徐々に僕の中ではこう、ね、出世していた。徐々にというか、いきなりの大出世になった。いや、だからもう5年経ったんですからね、これからね。うん。あ、その空白の間がね。特撮界ではこういうことってあったりするんですか、いきなりの。だって僕の好きな、段次郎。あ、ウルトラマン。段次郎さんも。さんとかね。帰ってきたウルトラマンじゃないですか。あの人は演歌っていう、ほら。あ、日活映画で。ブラウンの映画に出てますね。歌手、歌も出してるじゃないですか。はい。で、ファッションモデルやってて。MG5 のね。で、あれが、43年なんですよ。うん。44年か。はい。で、わずか2年後にいきなり段次郎が、呼ばれて、主役だから、えっていう感じだったらしいですよ。それなんでかっていうと、その、はい、円谷英二さんの息子のはじめさんっていうね。あ、はい。監督亡くなられたが、とにかく今度はウルトラマン、もう、かっこいいやつダメだっていうことで。ああ。かっこいいやつ誰だっつったら、この人ですって。で、だから一切それまでのその東方の俳優とかじゃない。はい。ああ。ファッションモデル出身の、見た目重視でウルトラマンになったっていう。それあるんですよ、だから。大体こう、ウルトラマン、やっぱ、なんか手垢のついてない方って感じがありますよ、ね。しかもね、顔はみんなバタ臭いですよね。黒部進、森津浩二、段次郎、ね。ね。うん。
堀津久浩二さんもなんかあの、コカ・コーラってなんかモデル、そうそう、よく知ってますね。持ってますよ、それ。コーラ持ってるし。あれも なんかセブンが特にやっぱ僕あの一番好きで、本当にあの何度も見返したぐらいなんですけど、そうですね、ウルトラマンの話になるとちょっと僕も間止まんなくなってしまう。時間大丈夫ですか？あのね。